どうも、翔平です。今回はね、どうしようかな。ゴーストをやっていきたいんですけど、 FAD キーになってからそういうの全然使ってなかったんで使ってみようかなと思います。2つクラスあるんでね、スモークありのクラスと、なしで、レディアップをつけてるクラスですね。あと他はほとんど他のアサルトライフルのクラスと変わりません。ということで、どうしようか。最初スモークありで行った方がいいのかな、なしでいい、ありで行ってから様子見ましょうか。なんか敵が3人しかいないけど、どういうこと。今から入ってくるの。試合開始前抜けるっていうか、まあこっちも2人動いてないんでね、まあちょうどいいんじゃないですかね。さあ、うわー、そういう手を使ってくるか。 LMG 使う人本当多くなりましたね。本当多いですね。3人しかいないのに取られちゃうんだ。あ、増えたのかな。増えたね、多分。取って。おい、取ったぞ。取った。B 入ってきてるぞい。まずい。裏からか、これは。取れるか。こんな遅かったっけ。まずいな、なんか裏も取られてる。オッケー。多分ね、そっちから出てくると思うんだ。スモークの音がそっち。うん、アップな。その人微動だにしないのね、トライスはもう。ユーラ一人いるかなと思ったんだけど。倒した？ OK。OK じゃねえな、やっぱり。多分その人3の0の人でしょうね。3の0？あー、キルスト。ふな。ふむ。うわあ、見えてた。うわあ、それか。ちょっと次は守ってよ。あそこにもいいんだ。やばい。守って。ああ、登っちゃった。守った。ちょっと一回変えますね、こっち側に。でも取り合いになってていいゲームだね、今のところ。そこ死んだってことはそこから。よし、アップな。旗の上で伏せてて、キャンパーって呼ばれたっていうコメントありましたけど、それはちょっとないんじゃないかな、それは。私はね。よし、ナイス。あ、やば。さあ、うわー、 LMG だね、今のM27 本当に人気ですもんね。まあ一番レーザービーム的に使えるっちゃ使えますからね。取ろう。味方も入ってくれてるんで助かってます。あ、いったー、後ろからか。この人もすごいな、みんな M27 か。
まあ、その分ね足遅いですし、まあ、強すぎるってわけはないとは思うけど、これだけ使ってるとなんか強いのかなって。あら本当に、みんな同じ人に殺されてるのかな。やけに合うな、足音がする。取れるかな、取れた。ちょっと味方味方に押されて、押されちゃったよ。またあー、この人も M27。 そっか、そんな人気なんだ。いやでもまあディフェンスっちゃディフェンスだからね、いいんじゃないの。よし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 、オッケー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 。邪魔はしっかりしてね、こっちも。後ろから来るか、敵が街なんでこっちも慎重でいいと思うんですよね。そっちから出てくると思うんだよ多分。ダイナーにいるのか。シーンを取っちゃうの？欲張りさんだね。 A に抜けられないように後ろを見張ってますけど、この場合そっちの奥で湧くかストリップクラブで湧くかどっちかですよね。多分そこ横断してくると思うんだ。待っててもつまんないけど、今全撮りしてるんでね、まあいいんじゃないかなと。静かになったね。敵減ったのかなこれ。抜けてこないね。ってことは C 裏に行ってるんだろうね。で、味方が C 裏で邪魔してると。その裏で待ってる人がいるのね。ナイス。多分人数減った？あ、減ったね。上もいない。よし、OK。多分旗意識あった人たちがいなくなっちゃったんでしょうね。まあよくあるパターンですよこれが。さあ、あとは地獄だよ、取らないと。ああ。ふう、変えてきたかなちょっと。LMG に、あ、LMG じゃなくてあっちに。 LMG 使ってる人、キルスト貯めようとする人結構多いんで、まあエアスペリオリティはあった方がいいですよね。ルージン B、 そっちやられたね。ナイスナイスナイス、耐えれなかった。オラグル、やられた？多分ね、ストリップクラブから湧き始めちゃうから気をつけろ。その視点をそこでカバーしてもらって、オッケーオッケーオッケー。そっち側は大丈夫？一人抜けてったけど、やってくれたね。さあ、ここから出てくるか上に行くかですね。多分この人たち上に行く人多いんじゃないかな。そっち側でも開くことあるんですよね。残念でした。多分ストリップクラブ側ですね。スライディングキル、あら、ラグい、ラグい、あらー、かくついちゃった。危な、そっち側の上にストリップクラブで湧いてると思うんですよ、その奥でね。 A 押ししてるんで味方が。よし、その裏口もチェックですね。あー、まあそうですね。
最近は本当多いですね、 LMG の人が。まあ街スタイルに一番最も適したね、武器だとは思うんで、外人さん向きではありますよね。そうですね、味方の流出を防ぐために今回はね、ちょっと街っぽくやってみましたけど、まあこんな試合が多いですよ。ちゅうことで、おー、それです。またゴーストやっていこうかなと思いますけど、まだ1本もね上げてない武器の動画があった。まあスナイパーライフルはあんま使う気が起きないので使いませんけど、チェインソー使ってやってみようかなと思います。さあ、この下にいる人がね、さっきちょっと1本取ったんですけど、最後味方、あ、敵がね抜けちゃって、ちょっと上げるかどうかは分かんないので、もう1本取ってみようかなと思います。さあ、このねドムって書いてある人がドミネーションらしい動きをしてくれるんでね、ほんと助かりますね。こういう人は貴重ですよ、海外ロビーでドムなんか書いて旗入ってくれる人全くいないと言っても過言ではないぐらいのレベルなんで。さあ、また同じチームなんでね、助かりますけど、ちょっと一回こっち見た方がいいんじゃない？ほら、OK。で、その奥は？いや、こっちか。まだいるな。まだいる。気づかれてたか、一応。てかそこで湧いたってことはまたその横いたよ、だいぶナイス。あ、ん？あ、やられた？相打ちだったってこと？どっちから顔出す？そっちか。うわー、ダメなのか今ので。きついね、なかなか。あれ？このドームの人止まっちゃってるよ、大丈夫？ダメなの？ずいぶん撃ったよ俺。ダメか。よし。で、次はそこか？そっちじゃない。ってことはそっちだな。その奥は、いるか？はい。よし。アップだ！ジャンプ打ちしたんだけど、効いたのかな今の。まだいる、まだ来ると思うんだ俺。あそこやられた。嘘。オッケー。もう一人入ってくれば助かるわ。そこ見てて、あ、ナイスナイス、ありがとう。後ろは？だいぶ？ん？それ敵じゃないか。敵に見えたよ。OK。まだ来る気がするぞ。裏から回ってくる人多いけど。ほら来た。よし。次、裏ですね。よし。OK。いや、まだ来るな、多分。そこで湧いた。じゃあ C の方戻った方が良さそうですな。さあ、あの人がどれぐらい攻め込むかによって脇位置が危なっ。そこで取られたよ。倒したの？一回下がっただろうね、多分ね。いない。うわ、やば、やめた方がいい。よし。さあ、音がするな。カット、頭に当たって助かった、助かった。どうだ、よし。そっちは、オラクル使って味方励ましますか。おお、負けた。何？やりおる。なんか待ってる人いっぱいいるね、そこで。よし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 。
まさかドロップショットが効くと思わなかった。いやー、ちょっとそれはきつい距離だったね。ナイファー元気いいね。ってことは B 横で湧くな。これさっきからそこで待ってる人いっぱいいるんだよね多分ね。よし、どう、ちょっと一回リロード入れておきます。アップな、多分ね、そっち側から顔を出すか出さないか。よし、オラクルオフライン。本当に？なんでバレてた今。あら、待ってたの。私顔出しただけか。残念。よし。よし、来い。そこの奥はいない。その上はいない。で、B 裏も張って、おお、いた。うわー、見えなかった。やるね。やるね、オタク。じっくり A を守る大将ですね。大抵お山の大将で終わってしまうんですけど、そういう人は。さあ、誰か来てるね。よし、取りに行くね。あー、2人に狙われちゃったか。来た、お山の大将。お山の大将来るよ多分。でその上ね、寝られちゃう多分終わりなので、敵攻め込んでこないのでちょっと遊びに行きますか。でもね、多分ね、もうすぐこっち向くと思うんで、一瞬でいただく。あら、本当に、いやー、キルストをね多分貯めて挽回しようと考える人たちだと思うんですよ。まあ、こうキルスト呼べればね、あれなので、あ、いる。無理無理無理、どこだか分かんねえ。ダメだ、呼ばれちゃうな、これ。私たちもちょっと、抑えますか。仕方ない。よし、オッケー、ペイバック。こっち同じ LMG でもなんか、腰打ちしかできない、偏僻なものだからね。あ、向こうが押さえてくれてるんで多分大丈夫だと思いますけど、 B も押さえてくれてるんで無理に攻め込む必要は全くないと思うんですけど、そこやられたら人足りなくなるんでしょ。出ますか。あ、音がする。アップな。 B 横も押さえてくれてる。じゃあ見る場所はここかな。やっぱりバカ撃つ飛んできた。足音は押しなかったけどいた。こっから出ると頭出してると負けるんですよね。オッケー。待て待て待て、オラクルじゃなかった。俺が使いたいのはナイス。アップな。おおとか言ってるよ。さすが外人さん。その奥はいない。出てくるとしたらそこ、そこかそこですね。ナイス。来ない。いや、ここ負けるんですよね。すまんね。どうだ、いるな。いるけど勝てない。ほら、言った通りになったじゃん。もうここもよく負けるポジションですね。多分ショットガンでは出さないですね顔。これもショットガンみたいなもんだと思うんで。負けか。やるね。多分 A は大丈夫だと思うんですけど、 A の裏でね張ってる人がいてくれてるんで多分大丈夫かなと。見るとこは中でしょうな。音がする。 B 中出たかな。あ、勝った。
抜けちゃったね。鬼ですね。なかなか。まあそうですよね。まあドミネーションなんで今のはディフェンスだと。でもすごいね、点数が私以外の人の。でさっきのドミネーターの人いなくなっちゃったし。じゃんねん。でもこういう試合しかないのでしょうがない。ちゅうことでまた次の動画でお会いしましょう。失礼します。